まず決勝進出おめでとうございます。ありがとうございました。今のお気持ちいかがでしょう。まあ、優勝を目指してたんで、やっとスタートの方になったかなって感じです。まず準決勝の方を振り返っていきたいのですが、はい、関東ラインの後ろでしたね。ちょっと、頭に入れたかったんですけど、はい、まあ、冷静に走れたかと思います。本来の希望としては、北の後ろが一応はいです。から、まあ、臨機応変に対応したっていうことですが、まあ、ちょっと道中ね、一本棒で結構ハイスピードな感じでしたね。そうですね。ですけど、まあ、まあ、平なんで、まあ、落ち着いて緩んだりしかようかなって感じでした。まあ、最終バック付近で、武藤選手と一緒に出ていく形になりました。そこはもう冷静に、まあ、あそこで行かないとちょっと厳しいかなと思ったんで仕掛けたんですけど、はい、って感じです。まあ、結果的に1着でゴールを過ぎましたが、はい、もう伸びきったっていう感じなのか、そこは自信を持って伸びたのか、どっちなんでしょう。乗り越えれるかなと思いましたけど、乗り越えてからはちょっときつかったですかね、はい。それは前の小林選手たちのかかりが良かったから。そうですね、はい、ちょっと最後バタくた感じはあります。小林選手は同級生っていうことですが、そのあたりいかがでしょうか。いや、特に走る上で気になるところはないです。はい、わかりました。3走して今の調子、感触はいかがでしょうか。ちょっと2日目あたりはすごいスカスカしてたんですけど、まあ、昨日ちょっと1日あったので、まあ、いろいろ修正して、良くなってると思います。刺激が足りないっていうことをおっしゃってましたが、それは入った。まあ、今日、ね、とりあえず負けきれてるので、はい、入ったということにしております、ね。決勝に向けてさらにこう対応したいこととか修正点はないです、はい。じゃあ休んで。ですね。しっかり集中して明日頑張りたいと思います。はい、決勝戦どう戦うか、勝敗を分けるポイントはどんなところになりそうでしょうか。ちょっと相手ラインとかもどうなるかわからないんですけど、まあ、自分は自分の力を出すだけです、ね。G1 タイトルは久々王手がかかっておりますが、そうですね、まあ、ここに取りたい気持ちは強いと思います。はい、期待しております。はい、では改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。優勝だけ目指して頑張ります。お願いします。